べても痩せる美味しいパンの作り方をご紹介していきますね。もうあっという間に簡単にできるレシピですので、ぜひお楽しみにされていてください。でまた出来上がりの写真を動画の最後にお伝えしてお見せいたしますので、ぜひ最後までご覧くださいね。では早速本題に入ってまいりましょう。この痩せるパンの材料がポイントなんです。これは全て腸内環境を整える材料を使っているからなんです。結果あなたはその腸内環境が整う痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が元気になっていつまでもその居続けてくれるからなんですね。そして痩せ体質になることができるんですよ。ではその痩せるポイントです。使う材料はこちらです。まずおからパウダー、まずは低カロリーで低糖質なんですね。もう小麦粉と違ってもう全然その糖質量が違います。なんと小麦粉の8分の1で済むんです。でまた腹持ちも良いですから、こう食べた時のこう満腹感も得られますし、まあ、満足が、まあ、得られるわけなんですよね。でしかも食物繊維が小麦粉の17倍も入っておりますから、またここで腸内環境が整う、まあ、このスーパー食材がおからパウダーなんです。では2つ目いきましょう。豆乳です。こちらは無調整豆乳を使ってくださいね。もう添加物一切なしがポイント。でこちらは乳酸菌と呼ばれるその善玉菌、要はこう痩せ菌の餌となるオリゴ糖がもうたっぷり入っていますから、やはりここも腸内環境が整って、結果あなたは痩せ体質になることができるんですよね。でまたその便秘解消にも役立ちます。で結果そのことでお腹がきれいになると代謝が上がって痩せ体質になることができますし、でまた豆乳が持つこのタンパク質ですよね、これを使うことでその筋肉の材料になるわけですから、結果その基礎代謝が上がって燃えやすくなる、まあ、結果痩せ体質になることができるというこの豆乳を使います。でこちらまた甘みをつけるためにお砂糖ではなくて、私は今回の蜂蜜を使っています。でこの蜂蜜もですね、実は脂肪燃焼効果があるんですよ。でまた先ほどお伝えしたこのオリゴ糖もたっぷり入ってますから、この材料すべてですね、あなたの腸内環境を整えてくれる、結果痩せ体質になれる、美味しく食べて、まあ、痩せることができるというわけなんです。ではここから早速その美味しいパンの、材料と作り方をお伝えしていきたいと思います。外しますね。まあ、今主な材料をお伝えしましたけれども、プラスいくつかまだ材料があるんですが、その材料もやはり全て腸内環境に良い食材を使っています。ではまずおから蒸しパンの材料、そして作り方ですね。もうね、混ぜてレンチンするだけなんです。もうあっという間にできますから、ほんとちょっとおやつ食べたいなっていう時ももうさっと作れますから、ぜひぜひ覚えてくださいね。ではまずおから蒸しパンの材料です。私が今回その容器に使ったのは直径15センチぐらいの耐熱容器を使ったんですけれども、まあ大体15センチの大きさのタッパーでも作れますので、お持ちじゃない方はタッパーで作ってくださいね。では材料です。まずおからパウダーが大さじ4、無調整の豆乳が大さじ6、きな粉が大さじ2、蜂蜜が大さじ1、で卵が1個です。そして黒すりごまお好みで少々です。でこの黒すりごまも、まあ、黒ごまというのはすごくね、白髪対策ですとか、やっぱり黒い色をした食品ですごく体にいいので、今回これを使ってみました。まあ、なければ白ごまでもいいんですけれども、おすすめは黒ごまですね。もしあなたが例えばこう最近白髪が増えてきたなとか、白髪対策したい方はこの黒のごまを使ってください。でこちら材料を見ていただくと分かりますように、もう大豆がいっぱい使っているんですね。おからも大豆、豆乳も大豆、きな粉も大豆なので、もう私はこのおから蒸しパンと言いましたけれども、本当こうプロテインバーみたいな感覚でスティック状に切ればですね、召し上がっていただくこともできますので、私は娘のお弁当の、まあ、おやつにこの蒸しパン作って、そのタンパク質をですね、しっかり娘が取れるようにお弁当のおやつ に使っております。ママ美味しいで食べてくれています。では作り方いきましょう。まあ、耐熱容器、まあ、もしくはタッパーですねに、卵をですね割り入れていただいて、よく泡立ててください。でここで泡立てれば泡立てるほど、ふわふわの食感のパンに変わります。であんまり泡立てないと本当にプロテインバーみたいな硬めのねパンになりますので、そこはお好みで良いと思うんですけれども、まあ、もしふわふわがお好きな方は結構ここでもう
かなり泡立てていただくと良いです。では2つ目です。で先ほどのこの1泡立てたですね卵に今度蜂蜜大さじ1を入れて、でここでまたしっかりと混ぜ合わせてください。3でこの2出来上がった2にですねきな粉大さじ2でここで黒すりごまを、まあ、少々です、まあ、お好みでいいです。あとおからパウダー大さじ4を入れてまたここでしっかりとかき混ぜてください。よっ。でやっとここで豆乳が登場するんですけれども、できれば少し温めた豆乳を使われた方が仕上がりが良い気がしますね。冷たいのよりもちょっとここで温めた豆乳だとさらにこう混ぜやすくなって良いと思いますし、一気にですね豆乳を大さじ6入れるのではなくて最初に大さじ3、まあ、材料の半分ですね、こう2回に分けてドバッと入れずに最初に半分豆乳入れて混ぜた後に、まあ、残りの豆乳をラストで混ぜていただくとより作りやすいと思いますのでおすすめです。で以上出来上がった材料を600ワットの電子レンジで約4分レンジでチンするだけで、もうあっという間にこのおから蒸しパンが出来上がりなんです。で甘みもきな粉のもともとの甘みもありますし、蜂蜜も本当に香りよくて美味しいんですけれども、まあ、小さいお子様がいらっしゃる方はその、まあ、生の蜂蜜でね食べさせることできないんですけれども、まあ、ここで加熱することで、まあ、大丈夫だと思いますし、ちょっと甘みが欲しい場合は少し蜂蜜足しても良いと思います。そうですね、あとはもう焼き上がりの際はもう本当焼きたても美味しいんですけれども、実は結構冷蔵庫で冷やした後ちょっと固くなったねこのおから蒸しパンもね美味しいんですよね。本当プロテインバーみたいな形でこうちょっとこうなんていうんでしょう、サクサクと言いますか、大豆がやはり材料なのでなんともこうしっとりしてるんだけれども、なんかこうサクサク食べれるようなそんなこう不思議な食感が味わうことができますので、温かい蒸しパンも美味しいですし、冷やして食べる蒸しパンも美味しいです。ぜひ両方試してみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようなさまざまな健康法、ダイエット法、腸活法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せる、しかもリバウンドなく長期的に痩せるを応援しております。またこういったダイエット法にご興味ご質問おありの方は詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、そちらからご登録後ご相談してくださいね。それではこのチャンネル役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。